はい、どうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、今回は、前々回ですね。SG 高校で使った保守デッキを波動で使ってみようという回でございます。はい、前回、前々回と、ひじりちゃんか水鳥を使うかの編成のね、デッキだったんですけど、どっちもかなりいい感触はした。が、しかし、結局、正保守更新できなかったゆえんは、もうあれですね。サクセスは慣れと運。といったところで、まだ慣れが足りてない、なんかめっちゃなまったけど、慣れが足りてないですね。はい、慣れが足りてないのかなっていう部分と、あとは神に愛されるかどうか、ラックの部分でしょうということでやっていきましょう。もちろん招きお守りです。前にあと4だよね。はい、前にあと4で前に一切完走してくれればもう問題ないんで、あとはけどやっぱ9回連続の重いんで2人とも完走してほしいっていうのはやっぱりありますね。やっていきましょう。登場切ればちょうどですね。登場も、おいしい。登場切らなくてもいいんじゃないかって思うんですよね。波動は一番秋イベント数、要はイベントが一番起こりやすい高校なので、はい。波動は、登場、どうしようかな。登場、切ろうか、切らまいか。ちょっと、迷うところではありますね。ちょっとその、ケースバイケースでやっていきましょう。よし、守備コツ来た。でも今回はあれだよね、田中山デッキじゃないから、魔術師取るとか取らないとかいう問題でもなく。いや、保守に魔術師っているんですか？保守にストライク送球っているんですかっていうと、ストライク送球はマジでチャレスな時にすげえなと思ったんだけど、それはないよりはある方がいいし、守備職人も魔術師も。でも何を取るかですよね。はい。なんでその辺は個人の好きにやっていきましょう。ただやっぱ守備職人はつけたいってとこあるんですよね、僕。魔術師はいらないけど、守備職人はつけたいってとこがあって、それで言うと、このデッキ、守備職人だけはどう頑張っても直取りしないといけないんで、そこは辛いなと思うんですけど、そんな重たくないんでね、守備職人。かつ、技術が基本余るデッキなんで、前回のデッキも今回のデッキも、この星、僕が使う星デッキは、技術が余るはずなんだけど、おかしいんだよね。前2回が全然技術が余らなかったからね。今回はそろそろ慣れていきたいところではありますね。ちょっと自己紹介多いな。要は波動高校に。けど水鳥分だけないんだ。そっか。水鳥分だけないのか。僕あんまりね、うわ、これ来て。自己紹介が全員起こるのってあんま好きじゃないんですよ。要はその高校のこういうキャラ連れていけば自己紹介起こんないんで、その分イベント起こんないんですけど、招きをね持ってきてるので大丈夫だと思いますが、今回も。やっぱり切ります。ちょっと早いわ。ちょっとここでは判断しかねるんで切りますね。そろそろラブパカ体力回復系のあれが欲しいと思ったけど、イベントが欲しいと思ったけど、いいところにいた。ただので、本当に波動はね、基礎化経験点はマジで下がるんで、練習の本当にどれだけ号令をうまく使えるかと、あとはオーバーヒートが絡んでくるかの問題になるんで、要は本当に早めに評価上げないとダメなんで、そこもちょっとケアっていきましょう。これはどんどん使っていきたいと思います。そろそろ体力回復系のイベントが1個欲しかったんだけど、ちょ待ってよ。さすがにクリスマスは間に合えよ。もう結構追ったぞ、結構追ったぞ。これももうせっちゃん評価大丈夫でしょ。こっちで評価上げときたい。オッケー、3人上がるのはさすがに捨てれない。波動の場に。オッケー、いいね。こういうので体力がね、しっかり上がりきらないっていうのがもったいないなっていつも思っちゃうんですけど、貧乏症のところが出て。仕方ないでしょう。アスカウトいたけど、いいや。守備上げなくてもどうせドラフト1でしょう。
いや本当前2のささやきと球界の脱っていうのは安定感パネーわマジで。前2がしかもねその一番欲しい金の子2つっていうね組み合わせにすれば本当に安定感がすごいです。前にあと4の方が前3あと3より好きなんだよな。あんま SG だと前とあとイベント数変わんないんですけど、 SG 以外だと基本的に後イベの方が秋イベント数は多いので、よしよしよし、ナイス。と考えるとやっぱ前にあと4はおすすめなんですよね。てか太平楽とか本当にひどいですよ。確か前イベの後数が29とかしか空いてないのかな、空いてる数が本当にひどくて。太平楽はもう初見プレイの時に僕ボソって言ってたんですけど、あれこれ固有イベント多すぎうちってめっちゃ言ってたと思うんですけど、本当に多かった。実際蓋を開けると多かったってやつで、太平楽はダメですねあの高校は。まあ全然流行ってないと思うんですけど、実際誰もやってないよね太平楽。いやーそれはただのじゃなかったけど、それはクリスマス前だからただのいらなかったわ。今は守備タックが欲しかった。まだ号令するにはちょっと評価が微妙だったし、いやここまで正直微妙、悪くはないけど良くはないっていう感じ。でまあ鉄の壁はね乾燥しなくてもどっちでもいいんですよね。このデッキやっぱ筋力足らないなと思っていてですね、前もお話ししたんですけど、あ前のそのお話が聞きたい方はうわクソだ大凶、前のお話が聞きたいという方はぜひとも概要欄のサクセス再生リストをご覧くださいといったところで、まあ前もお話ししたんですけれども、本当にただ SG だとそのブロック骨がマックスまでこのデッキは取れるんで、骨4までミッションで割り引いてただののイベントでもう一骨1割り引けるということを考えると、まあそんな筋力そもそも使わねえからいいのかなんて思ったんですけれども、まあやっぱりねブロックもなんだかんだ筋力使うんでね、骨1でしかこの高校このデッキの場合でだと取れないんで、やっぱそこは辛いかなとは思うんですけれども、さあ号令使っていくよ。これねやっぱタックびっくりダブルタックびっくりとうとう絡んでこないと辛いよ。そうですね号令やるからやっぱ評価気合っていくか。あ少しか、まあデートもね普段よりは早めに使っちゃっても、一応メンタルキャラのただのがいるんで普段よりは早めで使う意識でいいと思うんですよね。大凶引いてるからな1593か、やっぱ大凶つらいな普通に。だって中吉との経験点が100ぐらいあるもんね普通に差が。いややっぱ基礎経験点悪い波動は。そもそも練習でうわーなんでバレンタイン前にこのイベント来る、そもそも練習でもらえる経験点が少ないっていうのは結構辛くて、だからこのデッキはだとパワーコーの方がいいんじゃないかなって実際思ってる節もあるんで、まあパワーコーでもやろうね、やろうと思います。はい、これもロードワーク出ていいかな。ただのがもうちょい働きゃ体力余ると思うんですよね結局。おおそう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 、そういう時に来てくれ、ナイスナイス、いいタイミングでの登場の登場。うんーこの2人タックは行きたいね、行きましょう。 OKOK2 人タック1回目、まあ面精神のびっくりって結構美味しいとは思うんですけど、しかもみゆきだったしね、びっくり強化みゆきくん。いやみゆきが何気に上限解放3回できてるっていうのは嬉しい。
いやー、ここまでささやきも頭脳も失敗、まあ確定で掴むんですけれども、両方とも失敗の方ですね。いわゆるコツ1でしか掴めなかったってやつですね。おっと、大丈夫きたー。でもまあ何も上げてないんで安定の元気になりたいですね。まあ当たり前ですけれども、あれを使うとですね、マネキを使うとイベントが起こりやすくなるので、もちろんね、大丈夫が登場する確率なんかも上がってきます。うわ、これタックびっくり絡まねえな。けどさすがにタックがびっくりあるときに号令は使いたくない。このイベントはやっていきましょう。まだ能力上げてないけど、さすがに8点は取れるでしょう。悩ましきとこなんだよな。ただね、やっぱキャッチャーって守備能力を上げていきたいとこなんで、安打製造機もアーティストもまあそれはくれるならもらうけど、ただじゃないんでね、経験点結構使うんで、両方ともいらないかなって思ってるんですよ。キャッチャーには、キャッチャーはそこ鍛えるのなら、その分守備肩補給でも上げますよっていうね。まあ一応もらっとくか、一応もらっとくか。いろんな高校でずっとキャッチャーを作ってますが、なかなかできないんだよね、捕手。ちょっと一回能力上げましょう。スバルに確実に勝てるぐらいに上げとくか。もう大丈夫でしょう。よしよ、よしよし、こういうこと。タックびっくりがやっぱ絡まないとね、最終的に大して強い選手にならない。まあただ大丈夫も来たことだし、頑張りたいですね。これは号令か。ただね、天才の入部届使うならこのデッキかなとは思うんですよ。高校はどこかは決めてないけど、まだこのデッキが一番安定はするのかなとは思います。必ずささやきと頭脳が取れるというところでね、安定というね言葉を使わせていただいたんですけれども、渋いね。うわ、渋やばっ。渋いですな、これちょっとやばいな。二股してるとね、もちろんタックとかびっくりが出る回数って減っちゃうんですけど、どうしても二股の時にあんま減りすぎると困る。今技術ボーナスがすごかったから、精神より技術の供給量の方がすごかった。かなり成功しろ。うわ、全部悪い方だ、全部少しだ。このデッキ全部金徳確定でくれるやつなんですけど、全部失敗の方だ。くれてはいるけど、まあ、もちろん爆発力でいうと、もう一つのデッキの方がいいんですよね。キャッチャーデッキも2種類ある僕のねデッキでも。で、水鳥入れると微妙なのがここなんですよね。水鳥の評価は5下がるけど、チームメイト評価は5上がる。まあ要は水鳥の評価は変わらず、他が5上がってるって考えればいいんですけどね。ちょっと微妙なところではある。まあ、騎馬の時にも言ったことあるんですけど。まあこんなもんで。で、なんだかんだね、技術がめちゃめちゃテストランの時余ったんで、早めにミートこの間 A まで上げちゃったら技術が足んないってことになったんで、一応コメント欄でももらってたんですけど、まあ B は行きたいんだよな、でも。とりあえず止めます、一回ね。パワーヒのことがまだ来てない、もしかして。
一応一回止めよう。ちょパワハリのコツは来いよ、さすがに。東条クビにするよ、じゃないと。トリプルタックびっくりとか来い。うーわ、渋いな、渋いな。まだゴッドに愛されてないか。ちょ頼む、これ完走してくれ。さすがに重いんだよ球界の頭脳。渋いね練習が、本当にさっきから。デートもほんのちょっと早いかな。うわ渋っ。ちょ号令がもうそろそろ危ない。なんか違う、なんか違う、びっくびっくり、場所が違う。なんかよし、ラブパ来たー。まあ後イベも東条を切って他の保守系のは全部完走してくれてるんで、スバルまあ続けてもまあいいですよね、経験点くれるんで。うん、ただアンダ製造機もアーティストもいらねえ、やっぱりどう考えても。でどっちもらっとこうかな。アーティストもらうにはそんなパワー上がらないしな。ただ肩骨も一回来てるし、アーティストもらってもいい。やっぱ技術は使いたくない。アンダ製造機100使うんで技術。こいつしかもコツ1でしかくれないしね。どうしよう、アーティストもらっといた方がいいかな。渋いな練習が。ただ波動は結構こうやってチームメイト評価上がるイベントがありますね。うわ本当に渋いな、これ大丈夫かな。まだ号令かけて大丈夫かな。ただのがちょっと危なかったですね。うわマジ、ただのキャットか、危ない。ただのはそろそろ、マジか。よしとりあえずこれで球界は完走。うわでも少し少しか。いや違う違う違う、全然違う。みゆきのタックは全然違う。うん、練習がなかなか美味しくならないですね。まあそこは本当に運なので何とも言えないところではあるんですけれども、もう完全に運なんでね、そこは。そしてパワーヒのコツが来ないと言ったところで、じゃあパワーをここまで上げといて、あ違うわ、球界の頭脳取ろう。よし、パワー引きのコツが来ないね。こっちだね評価的に。まあ経験点も変わらないし。火のコツ来ないな。ブームブーム、ブンブンハロー YouTube、 ブーム、ブンブンハロー YouTube。 いやヒカキン TV Everyday、 ブンハロー YouTube。 よーしやっていこう。まあ仕方ないけど、もうちょっとこううまくはまらんもんかね。まあ、コツはただパワー被害は全部回収してるけど、パワー被っていうこう一番欲しいやつが来ない。でもまあ波動の一番いいところはね、
なんだかんだ木場と対戦しねえってとこかなって思うんで、虹谷と対戦するっけ。まあいいや、虹谷はほっといて、とりあえず木場とは対決しないから、甲子園行くまではパワーヒーいらないでしょ。要は、あ、全然行ったわ、全然入らない。ちょ待って、ここで負けるわ。違う、よし、よし、頼む、美味しい練習。なんかが違うんだよね、本当に。わかるかな、このなんかが違う感じ。何かが始まる日本放送、ちょっと違うけど、それも何かが違うんだよな、今回の練習で。別にこれを起こしたからといって、なんか美味しくなるわけでもなく、そしてチームメイトの評価を蹴らなければならないっていう、この三重苦のね、世界に突入していくんですわ。これは良くない。あ、今の休むでよかったか。今のは休むでよかったな、ミスったな。弾道もう一個上げないとやっぱ無理か、入らないか。甲子園行ったらさすがに入らないよな。弾道上げるか。ミーと C パワー D と、お前水取りかよ、お前マジで。第2球投げた、ボールカウント、ワンボールワンストライク。第3球を投げました、さらに伸びていく。まあ、この球場は狭いから入るけど、甲子園だと入らないよな今のが。パワーヒーコツ来ないのはほんとつらい。これ真ん中だ、よし、 OK。 ただ経験点も良くないだろうな今回。全然美味しくなかったもんな。1回ダブルダック来たことぐらいか、本当に美味しかったといえば。あ、ミスった、喋りすぎた。これも甲子園だと絶対入ってないよな。弾道2はやっぱ辛いか。弾道3まで上げるか。いやでも弾道も2で止めたいんだよな、キャッチャーは。難しいところだ本当に。ダメだ、全然ダメだ。いやもうこのままではダメだ、号令にかけよう。もう、うん、ダメだね本当に、本当にダメだね。パワヒ直撮りも今できないから、弾道を上げるしか策がないな。あとはもうプレイヤースキルで乗り越えるしかないけど、プレイヤースキルないからな、そもそも。さすがにパワーヒー直撮りするほどもともと筋力足らないって言ってるのに、パワーヒー直撮りなんてとてもできません、できません。おい、ラスンゴレイライ、おら、おっしゃー、いける。一級入魂が発動してる初級に仕留めてしまえばこっちのもん。おら、おっしゃ、タイミングが命、タイミングが命、パワーヒなどいらぬマジで。そこんとこよろしく。第9初級外れても第2球投げました、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、タイミングが命、パワーヒなど いる。低めはやっぱ辛いね。内角だったら引っ張ったら入るけど、低めはちょっとやっぱホームランにするのは辛い。パワーヒなしで。第9投げた、低め、ボール。おい、対左強いやつに左ピッチャー出していいのかい。左投手に強いバッターに左ピッチャーはどこの、ん、
何が言いたかったんだ今。対左がついてるバッターに左ピッチャーをつくのは、うん、出すのは、うん、ちょっと疲れてるな、全然喋れないけど。うわ渋いね本当に、これよくないよ。阿部ひ守備ごとはいらんぞ。阿部ひ阿部ひ、オッケー。どこのドイツだい？あたしだよ。懐かしい。西岡すみこ。西岡すみこだよ。コツはパワー被害は回収できたかな。まあチャンスは欲しいかなっていうところはあるんですけど。うん、やっぱパワー被がね、なんだかんだ。それにしても本当にタックとびっくりが絡まなかったですね。ここまで絡まないこともあるんですね。それにしても。第9投げた、入れ、よっしゃ、パワーヒなしでも打てる。最近ちょっとマシになってきたから、プレイヤースキル、いわゆる PS が、プレイステーションポータブル。投げた、僕この変化球得意なんですよね。こう斜めに曲がらない系。でも斜めが無理、要はシンカーカーブが打てないんですけど一切。ああ、嘘ダメだ、やっぱ変化球は打てない。第9ちょっと待って、本当に変化球は打てないぞ、なんだかんだ。投げました、これはボール、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げました、入り、あおー、ちょっと早かった、くそー、パワーヒーがないことを意識しすぎた。あ、まだ早いか。次が5球目。ボールかい。ダメだ。プレッシャーに。やっぱ、パワーヒがないことのプレッシャーに勝てないよ。もう一度先。あ、また。対左がついてるに左ピッチャーを出すバカは、どこのドイツだい？文部高校の監督だよ。ほら、これ入れ、これ入れ、うーん、イエス。ただもう一本ヒット打ってないとダメなんじゃない、経験点的に。ちょっとだけだから、まああんま欲出さなくて普通にやってればパワーヒーなくても大丈夫なんだ。勉強になったわ今回。うわ渋いな本当に。これダメだ、さすがにタックびっくりじゃないともう終わり、ここで。うわ絶え間なく渋かった、絶え間なく渋い愛の名を永遠と呼ぶことができたなら。あんま歌うとね、また歌うなって言われちゃうんでね、もうダメだよこれ。パワーヒのコツが来てない時点でダメなんだよ。うわマジダメだったわ、パワーヒのコツが来てない時点でもうダメなんだよね。悔しいな、それにしてもなかなかできないな、なかなか正捕手ができない秋でございます。と、つらい、つらいです。カープのことが好きだから。このネタ最近多用しすぎてる、ちょっと違うネタに切り替えていこう。うわ虹谷かこいつだけはもう1年間ずっと嫌いなんだよね。うわもうこんなの打ってっこないわ。え、こんなとこからフォーク投げてきたっけこいつ。ちょ、そのフォークはもう無理、これは無理です。今のは打てないです、もう言い訳とかはないです、打てないです。パワーヒなしであそこは絶対ホームランならないしね。そしてここだ、狙うなら入れ、うーん、よし、オッケー。高めのあのシュートは狙いどころ、パワーヒなしでホームラン打つ。え、点取られすぎる、知識は。第9投げた、初球外れてもバッターよく見ました。第2球投げました。え、こんなとこからフォーク投げたっけこいつ。またアップデート変わったんじゃない。投げました、たまに変わるんだよねアップデート本当に。バッター追い込まれました。第4球を投げました、これ入るっしょ。あー遅かった、タイミングが。
やっぱパワーヒなしつら。第1球投げました。ストライク。第2球投げました。カーブ決まった。じゃあ東條入れてる意味ね、マジで。じゃあ投げた。うわなぜボールだと思った、それを今。やっぱパワーヒなしのちょっと呪いにかけられたわ。全体的に渋かったですね。ただ今回のサクセス、なんだろうな、この渋さは。なかなかゴッドに愛されないね。ゴッドにビーラブドされないわ。 I'm not loved by God。 5090、 やっぱ経験って落ちるな。悪くないように見えるけど、やっぱパワーヒがないんだよね。どう見てもパワーヒがないんだよね。いきなりここからパワーヒがついてくることはないもんな。ただなんかキャッチャーっぽい能力にはなった。捕手っぽい能力にはなってる。肩守備 AA 補給 B っていう、とりあえず満たしたいライン、こっちは満たせた。こっちとこっち、こっちもパワーヒはないけど、守備系の能力取れて肩守備がまあまあ上げれたっていうのはいい収穫なんですけど、やっぱこっち経験点1000取って、あとこっちとパワーヒ、こっちとパワーヒ、あと経験点1000伸ばせるはずなんで、6000点はいくと思うんですよね、このデッキ、この高校だと。BB、まあこれは総力は何でもいいや。BB、パワーヒ。BB、パワーヒがついたら、正捕手更新でした。いやー、難しい。あ、弾道は2でいいんで、全然。いやー、なかなか難しいっすね。まあ、うまくはまればの、本当に、たらればなんでね、すべては。はい。タラレバかレバニラかをね、食べてね、元気にね、サクセス実況をやっていきましょう。ということで、まあ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 、まだまだ保守、どんどん作っていきましょう。まだまだやるよ、保守デッキ。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。この後は概要欄にあります、いろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の保守動画でお会いいたしましょう。今日ちょっと滑舌が悪かった。やっぱね、2日間動画撮ってなくて、実は。やっぱブランクできるとね、よく噛むんすよ。やっぱ毎日動画撮らないとよく噛むんすよ。アディオス。